3.5 周年まであと6日。3人も言ってたけど、あっという間だったわね。え、生放送の意気込み？突然何？とにかく失敗しないように台本たくさん読んで、それから、トラブルがあったらどうするのかって？それは、とにかく落ち着いて、スタッフさんの指示を聞いて、それから、どうされましたか、シフィー様。ママ。よしよし、緊張されてるのですね。ママがそばにおりますよ。主様、少々お待ちくださいませ。ふう。シフィー様、生放送への意気込み、お話できそうですか？恥ずかしすぎて、もう生放送出られない。